中野直江中野直江から1960年7月6日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。高知県出身。中野重機の長男として生まれる。海南学校、行政中学を経て、1889年4月、海軍兵学校を卒業し、1890年7月に海軍少尉任官。海軍大学交渉効果で学び。 松島公会長、海兵教官、常備艦隊参謀などを経て、1901年5月、海大商工科講師を卒業した。軍令部、第二局員、鹿島海港委員、鹿島公会長、香取副長、鳥海、水雷母艦、唐崎、秋津島、雲物、各艦長、倉間偽装院員長、海軍省軍務局員、関政本部偽装院。員、 今後艦長県議総員などを歴任し、1912年12月、海軍省省に進級。クレチンジュフ参謀長、艦政本部第一部長、海軍省艦政部長、艦政局長などを経て、1917年12月に海軍中将となった。練習艦隊司令官、召艦会議議員、クレコー省長、旅順洋行部司令官、第二戦隊司令官、 第三艦隊司令長官、第二艦隊司令長官、召喚会議議員などを経て、1923年12月に大名となり、翌年2月、予備役に編入された。1910年に発生した第六潜水艇の事故で、殉職した艇長佐久間単位の遺書中、末尾の中野大佐12時40分なりとあるのは当時、唐崎艦長であった中野直江のことである。 1924年から1943年まで帝国在京軍人会副会長を務めた。ありがとうございます。